マーガレット・ポール、マーガレット・ポール、マーグロット・ポール、1473年8月14日から1541年5月27日は、イングランドの貴族、ヨーク家の一族で、クラレンスコー・ジョージとイザベル・ネビルの娘。旧姓は、マーガレット・プランタジネット、マーグロット・プランタジネット。その名が示す通り、プランタジネット家団係の最後の生き残りであった。 結婚するまでは、ヨーク朝とチューダー朝の誠実号に翻弄されて、不審の多い暮らしを送ったが、結婚後は安定した生活を送った。その後、チューダー朝の国王との関係も回復し、ソールズベリー博の就職を許されて、女伯爵になり、ヘンリー・パッセイの娘メアリー、後のメアリー一世の養育係にもなった。ヘンリー・パッセイがイングランド国教会を設立すると、 再び関係は悪化し、1541年に反逆罪のためロンドン等で処刑された。マーガレットは1473年、サマセット州のファーレー城で生まれた。当時の国王エドワード4世の弟という、血筋を持った父クラレンス公ジョージと、男子継承者のなかったリチャード・ネビルの娘という、所領を持った母、イザベル・ネビルの長女として、極めて恵まれた環境に生まれた。 だが、祖父の所領の継承権は、母だけではなくおばのアンネビルも持っており、姉妹の所領をめぐって、父クラレンス公は、アンネビルの夫で実の弟でもある、グロスター公リチャードと争っていグロスター公とおばの間には、マーガレットと同年齢のエドワード・オブ・ミドルハムという男子、継承者があり、父、クラレンス公と母の間にも二つ下の弟、エドワードがおり、 所領の継承については、先が見えない状況だった。1476年12月、マーガレットが3歳の時に、母イザベルが病死する。ボリック百両の継承権を持った母が亡くなったことで、政局は、微妙に変化し、なんとか挽回しようと焦った父クラレンス公の、計りごとごとが見して、かえって反逆罪で逮捕される。 クラレンス公が処刑されるのは1478年2月、マーガレットが4歳の時のことである。マーガレットと弟エドワードは、おば、アンネビルに引き取られ、両親も有力な貢献もない指定は、自然と世間から忘れられていった。1483年6月、オジグロスター公がイングランド国王に即位するリチャード三世。自動的にマーガレットの護者であった アンネビルは王妃に、いとこのエドワードは、プリンス・オブ・ウェールズ、王太子になる。だが、翌1484年の4月に病弱だった王太子エドワードが病死してしまうと、すでに子供のいないリチャード3世は、マーガレットのエドワードを、王位継承者に指名する。世間から忘れられた指定が再び歴史の表舞台に立った瞬間である。しかし、この幸せも長くは続かない。 指定の最大の被護者だったおば、アンネビルが1485年3月に病死すると弟エドワードは多い継承者から外された。さらに同年8月には叔父リチャードがボズワースの戦いでリッチモンド白ヘンリー・チューダーに敗れて戦死した。またしても指定は後ろ盾を失うが、今度は世間は指定を忘れてはくれなかった。1485年。 リッチモンド博は即位してヘンリー7世となり、チューダー朝を開いた。当初は、チューダー家の王権は不安定だったため、マイヨーク朝の血を引く指定は徹底的にマークされ、特にヨーク家の生き残りの男子で多い継承権を持っていた弟エドワードは、ロンドン島に監禁された。政権が不安定なうちは、エドワードの偽物、ランバート・シムネルが出るなどしたため警戒が枯れることは、 なかったが、正常が安定するにつれて警戒も緩まっていった。マーガレット指定への警戒が緩まるにつれて、チューダー朝の政策も、怪獣策へと転換していく。1491年頃、ヘンリー・七世はマーガレットを、リチャード・ポール卿と結婚させた。ポール卿はヘンリー・七世の王母マーガレット・ボフォートの、イフ姉にあたるエディス・セント・イコール・ジョンの息子であり、王族ではないが、 国王のいとこということになる。1505年にリチャード・ポール教が亡くなるまでの間に夫婦には5人の子供が生まれた。また1490年には相変わらずロンドン島に収監されたままではあったが弟エドワードがウォリック博に服することを許された。しかしエドワードは1499年にロンドン島からの脱獄を試みて結局処刑された。 チューダー家との関係は、さらに良好さを増し、ヘンリー・パッセイは1509年に即位すると、脱獄未遂で処刑されていた弟、エドワードの試験回復を行った。これによって凍結されていた、マーガレットの実家の遺産は取り戻せた。さらに、1513年には、彼女が継承権を持っていたソールズベリー博の称号が認められ、母方の所領も返還された。彼女は、 ハンプシャーのハバント郊外のワーブリントン城に住んだ。1516年2月、マーガレット42歳の時に、ヘンリー・パッセイと王妃キャサリンの間にメアリー、後のメアリー一世が生まれた。マーガレットがこの王女の名付け親と養育係、ガバネスに任命された。はじめのうちは、ヘンリー・パッセイは、この早熟な娘を溺愛し、 母親のキャサリンとも円満な家庭生活を送っていたが、いつまで経っても男子継承者が生まれないことに、ヘンリー・パスセイはだんだんと不満を募ら、王妃が40歳を過ぎても子供を産むのが難しくなったことから、離婚してアンブーリンと再婚することを考え始める。カトリック教会では、法律上離婚は許されていないため、 ヘンリー・パッセイは、そもそもキャサリン王妃との結婚自体が無効であった、という、それまでに何度も使われてきた論法で離婚することに、した。1530年頃、ヘンリー・パッセイは、マーガレットの次男レジナルド・ポールに、パリ大学の進学教授から婚姻の無効という、見解を引き出してくることを命じた。レジナルドはその任務自体は成功させたが、なぜか、 それをヘンリー・パッセイには提出せず、代わりに離婚外化に政治的に難しいものであるかを、月光した文庁のレポートにして提出した。ヘンリー・パッセイとの関係が悪化したレジナルドは、1532年にイタリアへ亡命した。結局1531年7月にヘンリー・パッセイは、キャサリン王妃と別居し、1533年1月にアンブーリンと結婚する。 この問題でカトリック教会と絶縁したヘンリー・パッセイはイングランド国教会を起こし婚姻無効の宣言は1533年5月に国教会のカンタベリー大司教が発行した。こうしてキャサリン王妃は結婚自体が無効だったため元大使妃として扱われ必然的にヘンリー・パッセイとの子であるメアリーは諸子として扱われた。この当時まだメアリーは マーガレットの庇護下にあったため、メアリーを死生児扱いすることにはマーガレットも反発したが、すると1533年末にヘンリー・パッセイはマーガレットを家庭教師から解任た。せめて死費でメアリーの世話をしたいと懇願したが、それも許されなかった。しかし、アンブーリンが1536年5月に逮捕されると、一時的にメアリーの元に復帰している。 亡命した次男のレジナルド・ポールは、1536年に、カトリック教徒の立場から、教会の統一という論文を発表した。この中で彼は、ヘンリー・パッセイを、教会組織の破壊者とし、ヘンリー・パッセイに繰り返し悔い改め懺悔することを、呼びかけている。これを読んだヘンリー・パッセイは大いに激怒した。1538年11月。 マーガレットの長男ヘンリー・ポールとその家族、それから三男のジェフリー・ポールが逮捕された。容疑は、神聖ローマ皇帝カール五世と共謀して陰謀を企てた反逆罪という子であった。もっともこの逮捕前に、ヘンリー・パッセの側近で、司法担当だったトマス・クロムウェルは、彼らは、レジナルド・ポール数奇教の身内であるという点を、除いては無実であると書き残しいる。 翌1539年1月、長男ヘンリーとその一族は処刑され、三男のジェフリーは国外追放となった。子供たちの逮捕の10日後、すでに65歳を過ぎた高齢のマーガレットも逮捕された。彼女の取り調べは、サザンプトンクとイーリー司教、トマス・グトリッチによって行われた。彼らからトマス・クロームウェルへの報告書では、相当時間をかけて取り調べたが、 陰謀に加担している証拠は見つからないというものだった。だが、この報告書も最終版の中では、マーガレットは息子たちの陰謀に加担していないか、よほど腹の据わった反逆者かのどちらかであると、反逆の事実は前提な上、白を切り通している、可能性も残した文脈に書き換えさせられた。マーガレットは、サザンプトン博官士の下、身柄を、ウェストサセックス州のカウドリーパークに移され、 そこであらゆる屈辱を受けた。それでもマーガレットが自白をしないため、1539年5月にトマス・クロムウェルはマーガレットの試験剥奪動議を議会に提出した。この審議の中でクロムウェルは彼女の金庫から発見されたとする白い絹のチュニックを証拠品として提出した。このチュニックには背中の部分に5つの印が刺繍されており、これが イングランド北部の反乱に彼女が加担している証拠とされた。これは彼女を議会決議で試験剥奪にするためのこじつけと言われるが、いずれに西洋法案は可決され、彼女は白尺位を失った。試験剥奪が確定したことで、マーガレットはロンドン島に移送される。彼女はここで約2年間、厳しい環境下で粗末な衣服に身を包んで暮らす。 1541年5月27日、彼女は反逆罪を認めることを拒否し続けたまま、ロンドン島内で処刑された。マーガレットの死をもって、プランタージネット家の血筋は完全に断絶した。後世、マーガレットはカトリック教徒によって再び脚光を浴び、1886年にローマ教皇レオ13世によって劣服された。1538年に、 マーガレットが唐突に逮捕された理由については諸説あってはっきりしない。マーガレットとリチャード・ポール今日の間には5人の子供が生まれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。